モートンシャンバーグテレホンモートン・リビングストンシャンバーグとはアメリカのキュビスム、ダダイスムの美術家。アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィアに生まれ、同じくフィラデルフィアに没する。父はドイツ出身のユダヤ系。当初は建築を学んだが美術に転向。1900年代後半のパリでセザンルラの美術に触れ、その後キュビスムにも傾倒。承。1913年。 アーモリー賞に参加。その後、ウォルター・レンズバーグの紹介で、マルセル・デュシャンやフランシス・ピカビアと親交を持ち、ニューヨーク・ダダのグループに加わる。最も早いアメリカで活躍したアメリカ人のダダイストといえる。1918年、フィラデルフィアのホテルに滞在中、父と共にスペイン風邪に罹患し、死亡した。埋葬されたのは十七歳の誕生日の日のことで、 あった。キュビスムの作品として、カラフルな色彩の作品を残している。また、ダダの作品としては、水道管のジョイント部分をそのまま作品とした、レディメイドの作品が有名。モートンシャンバーグに言及した日本語の文献として、次の文献が存在する。ありがとうございます。